皆様お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は日本人が英語ができない理由、そんな日本人に対して外国人はどう思っているのかについて取り上げていきたいと思います。ためになったと思った人はチャンネル登録していただけると幸せです。皆様は英語が聞き取れたり話せたりしますか？必要ないから全くダメといった人も多いと思いますが、日本人と英語について詳しく見ていきます。まずはスイスの国際語学教育機関 EF が2019年に行った英語に関する調査、英語能力のベンチマーク EF-EPI 英語能力指数を取り上げていきます。この指数は EF が無料提供しているオンライン英語能力測定テストの前年度受験データをもとに、非英語圏の国と地域における英語能力を経年的に計測・追跡するための世界規模ベンチマークとして毎年発表されているものです。指数分布をもとに全3カ国の英語レベルを非常に高いから非常に低いまで5段階に分類しており、2019年版は世界100カ国、地域の230万人の英語能力を測定し、数値化しています。世界ランキングで1位に輝いたのはオランダでした。次いで2位はスウェーデン、3位はノルウェー、4位はデンマーク、5位はシンガポールと続いています。14カ国が5段階の能力レベル最高位である非常に高い英語能力に位置づけられました。この結果は前年より2カ国増えて過去最高の数となり、世界全体の英語能力の上昇が見て取れる結果となりました。一方、日本の順位はなんと53位、前年49位で9年連続で順位を下げる結果となっています。その能力レベルはロシアやベトナム、イランなどと同じ分類の5段階の下から2番目の低い英語能力に位置づけられました。この事実はアジアの中ではシンガポールやフィリピンだけでなく、韓国37位、台湾38位、中国40位などからも遅れをとっていると言えます。日本で英語を学ぶ期間は最大で12年ほどあり、勉強する機会は十分にあります。それにもかかわらず日本人はなぜ英語を得意としないのでしょうか。ある日本人ライターの方がその理由を以下のように挙げていました。 1. 試験に受かることを目的とした表面的な授業、 2. 英語を話すのに必要なスキルを学べない授業、 3. 集団思考を植え付ける教育により失敗を恐れ学習機会を失う、 4. 日本社会は英語を使う必要性が高くない。5. カタカナ言葉による弊害、正しい発音が学べない、など。6. 日本語には、本来英語には存在しない和製英語が溢れている。イメージチェンジ、見た目を一新する。ハイテンション、気分が高揚などはネイティブには通じない。この指摘を取り上げた投稿には、海外から多数のコメントが寄せられていましたので、いくつかご紹介いたします。外国に出稼ぎに行かなくていいからだろう。日本経済は強く豊かな国だから英語を勉強する必要性が低い。ニュージーランド。日本人にとって重要なのは規律とモラルだからだろうね。英語を流暢に話せることと知性は全く関係がないと思われているんだろう。インド。そもそも日本人に英語は必要ないさ。英語が話せなくても国際競争力は上位だし、高い生活水準を維持してるしね。アメリカ。むしろ英語を話す人こそ日本人から多くを学べるはず。社会における振る舞いとか規律に関しては特にね。日本人が英語を話せないことなんて誰が気にするの？フィリピン。日本人は役に立たないものを勉強する気がないんだろうな。英語だって
少なくとも日本で生きる上ではそこまで重要な要素ではないわけで。マレーシア、英語は帝国主義の言語だから、日本みたいに自分たちの言語を使ってる国は発展も繁栄も他の国や地域より早いよね。ミャンマー、私はこれまでに2回日本に行ったことがあるけど、日本人が英語を話せなくて困ったことは一度もない。むしろ何とかして交流を図ろうとしてくれる姿勢に感動したよ。日本人の思いやりの心は本当に素晴らしくて驚いた。アメリカ、日本人は超がつく愛国主義者なんだよ。その辺は英語を話すことを嫌うフランス人と似てる。でも日本人やフランス人を責めることはできないよ。むしろ彼らの愛国心を羨ましく思うね。俺はアメリカ、英語が話せなくても成功した大国になっちゃったんだもん。そりゃ今更勉強する気にはならないだろ。インドネシア、日本にいれば英語が使えなくても不自由しない、勉強する必要がないと考えている方が多いように感じますね。確かに話せないことで困ることがあるという人は少なく、恵まれた環境の中で勉強したことが身についていなくても危機感を持つことは少ないのかもしれません。現在の日本では理系でも文系でもあらゆる分野において日本語で高度な教育を受けることが可能です。その一方で発展途上国では自国において自国語で満足な教育を受けることができないことも多々あります。その場合は学術研究分野で国際語とされている英語で教育を受けることを選択することが一般的となっています。トイフル、アメリカの機関が運営する試験で、日常生活やグローバルビジネスにおける英語力を測定するための世界共通のテストの平均点が日本より1点高い72点のカンボジアは、10年前の2007年の統計では63点であり、これは日本より低い点数でありました。しかし近年は観光産業と縫製産業が成長し、外国からの投資も大きく伸び、国民の英語力が格段にアップしています。勉強をするためにまず英語を勉強する国と自国語で勉強が可能な国で英語の学習度合いに差が出るのは当然の結果だと言えるでしょう。日本人の大多数は普段の生活で英語を必要としません。必要に迫られないからやらない、やらないから英語力が低い、これは当たり前のことなのかもしれません。近年は日本でも外国人観光客が増加していることに伴い、特に小売業やサービス業では英語が必要な人も増加傾向にあります。今後は日本でも英語が必要になる人が急増すると予想されています。世界では現在196の国が存在していますが、国の数だけで考えると実に4分の1以上の54カ国が英語を公用語もしくは準公用語として使用しています。イギリスの旧植民地の国々が多いということもありますが、これほど広く公用語、準公用語として使用されている言語は他にはありません。2017年の統計によると、世界のインターネット総人口41億6000万人のうち、4分の1強は英語人口であるとされており、他の言語を圧倒しています。さらに、ビジネスの場面やスポーツの世界でも英語が共通語として使用されることは多く、英語は今後も世界で話される言語であり続けることは明らかではあるでしょうね。英語を覚えていた方がいいのは間違いないと思います。ただ日本語が素晴らしすぎるんですよね。いくつになっても新たな発見が多い言語なんて日本語だけではないでしょうか。おそらく日本人の性格からして英語が理解できないことで
自分たちが苦しむことになる環境になれば、英語が話せる社会になっていくような気がします。いかがだったでしょうか？よければ、コメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。